阪神ファンにとって2022年に報じられたいいニュースの一つが中野拓夢のベストナイン獲得でしょう。ショートとして自身初のベストナインを獲得した中野ですが、2023年は岡田彰布新監督の意向によりセカンドで起用される見込みとなっています。中野のコンバートによってショートのポジションが空いた阪神ですが、岡田はなぜあの選手がいないのかとフロントに文句を言っているかもしれません。阪神の二遊間、長年阪神の看板選手としてショートを守っていたのが鳥谷敬です。ショートとして歴代最長のフルイニング出場記録667試合を保持している鳥谷。阪神で2000本安打を達成し、打撃面では2010年にショートとしてのシーズン最多打点記録104打点を樹立。守備面ではショートとしてゴールデングラブ賞を4度受賞。2006年にセリーグのシーズン最多捕殺記録490捕殺を樹立するなど数多くの記録を残しました。そんな鳥谷でしたが、2016年シーズン終盤からサードで出場するようになります。その鳥谷に代わってショートに就いたのが、2016年に打率2割7分3厘5本塁打33打点105安打の成績を残した北條文也でした。しかしその北條は2017年にショートとしてチーム最多の71試合に出場したものの、打率2割1分3本塁打20打点46安打と低迷。そのため2018年はシーズン序盤は俊足の上田海がレギュラーを務めました。そしてシーズン後半は復活を果たした北條がショートを務め、打率3割2分2厘77安打と好成績を残します。このままショートは北條で行くのかと思われましたが、2019年はルーキーの木浪聖也が開幕戦からショートとして抜擢。木浪は2020年も阪神のメインショートとして起用されます。そして2021年開幕スタメンこそ木浪でしたが、4月中旬からルーキーの中野拓夢がスタメンに名乗りを上げました。中野はこの年30盗塁を記録し、新人としてはプロ野球史上3人目の盗塁王を獲得します。2022年に入っても中野の活躍は止まりません。この年1番または2番打者として起用された中野はリーグ3位の157安打を記録。盗塁数もリーグ4位の23盗塁を記録し、ショートとして自身初のベストナインに輝きました。ついに鳥谷以来の確固たるレギュラー誕生かと思われましたが、2022年オフに阪神監督として就任した岡田彰布が中野をセカンドで起用し、ショートには別の選手を据える方針を示します。岡田が阪神のショートに求めるのは肩の強さでした。土のグラウンドの甲子園は人工芝の球場よりもイレギュラーが発生しやすく、いい体勢で補給できることは少ないからな。そういう時に最後に生かされるのは地肩やな。悪い体勢でもガッと投げられるというかな、と肩の強いショートを求めている理由を説明しています。近年は守備面で苦しんでいる阪神、2022年はリーグトップの投手陣を誇った阪神ですが、チームの失策数は12球団ワーストタイの86個でした。阪神の失策数は5年連続でリーグ最多となっており、未だに改善の兆しが見えていないようです。ショートの打率は2割を超える程度でも許容範囲と話すほど守備力を重視している岡田ですが、そんな岡田のショート像に合致する選手がかつて阪神にいました。阪神の大和、その選手とは大和です。2005年の高校生ドラフト4巡目で入団した大和はルーキー時代から守備に定評があり、当時の島野育夫二軍監督が入団時の立浪以上やと絶賛するほどでした。岡田は大和について、大和をドラフトで取ったんもテレビで湘南の試合見てて決めたんやで、二塁寄りのショートゴロをうまくさばき寄った、スカウトにすぐ取りに行け言うたんよと語っており、大和の入団に関わっていたようです。そして入団後に大和が見せた守備について、高校出て1年目でな、フットワークとか補給体制とか全部よ、非凡なものを持っとるし落ち着いとると絶賛し、1年目からオープン戦で起用しました。大和がプロ初出場を果たしたのは4年目の2009年。そして2012年からは1軍に定着し、以後毎年100試合以上に出場する阪神にとって欠かせない選手へとなっていきます。選手としての大和の特徴は守備能力の高さです。内野手の全ポジションを高いレベルでこなせる大和は持ち前の守備力で阪神を支えてきました。
大和の内野守備に関してはゴールデングラブ賞を7度受賞した井端弘和が2012年の時点で現役で最もうまいと思うと絶賛するほど、外野守備でも2014年にゴールデングラブ賞を受賞しており、トップレベルで内外野をこなせる選手でした。そんな大和は2017年に FA 権を獲得。阪神からはどうしても残ってほしいと言われており、当初は残留が規定路線だったそうです。しかし様々な人に、外に出てゲームに出る確率が高いのならそちらの道を選んだ方が良いのではとアドバイスをもらい、心境が変化しました。大和はめちゃくちゃ悩みました。自分の実力をある程度分かってもらえているという意味では残った方が楽だと分かっていたしと話すように、残留か移籍か非常に悩んだそうです。そして2017年の12月に、でも勝負したかったんです、残るのと出るのとどちらが成長できるかと考えた時、最後は DeNA だと。知らない土地に行って自分のレベルを知らない監督コーチ陣にまっさらな状態で見てもらう、もっと成長するためにはそっちを選んだ方がいいのかなと、横浜への FA 移籍を決意します。横浜の大和。大和を獲得した横浜の GM は、大和選手には何としても来てもらいたかった。内野でも外野でもどこを守ってもゴールデングラブ賞が取れるほどの守備の名手、守備だけでレギュラーが取れる、バッティングは打率2割5分を打ってくれれば十分に価値があると大和の守備に大きな期待を寄せていました。そして横浜で大和は主にショートとして活躍します。レギュラーが確約されていない中、移籍1年目から大和はスタメンを勝ち取り、前年度は横浜の弱点となっていたショートの守備を強化しました。そして大和は移籍後5シーズン中4シーズンでチーム内ショートの最多出場を果たします。また期待されていた守備だけではなく打撃でも結果を残していました。2022年はメディアから得点圏の鬼と称されることの多かった大和、得点圏打率は2割9分を記録しており、シーズン250打席以上の打者では牧秀悟の3割3分1厘に次ぐチーム2位でした。大和は2021年もシーズン250打席以上の打者の中でチームトップの得点圏打率3割5分9厘を記録しており、大和はチャンスに強いという認識はファンにも定着しているようです。そんな大和はランナーがいる時といない時の打席は全く別物と話しています。その違いを、ランナーを返さなければいけないケースはどんな形でもいいのでまずは前に飛ばすことを意識していますね。一方でランナーがいない時は、極端に言えばピッチャーに球数を多く投げさせること、ここが一番の大きな違いだと思いますと語っており、ランナーの有無で打撃スタイルを変えていることが勝負強さの要因でした。また大和が打撃でチームに貢献できるようになった理由として、チームメイトの宮崎敏郎の影響があったようです。プロ野球でも屈指のバットコントロールを持つと評価され、首位打者の獲得経験もある宮崎に大和はアドバイスを求めていました。そして宮崎のバッティングを見ている際に、バットの軌道が上から振っているようで実際は下から出ていることを発見します。大和はもしかしたら自分もその方が合っているのかもしれないと思ったんですよ。実際そうやってスイングするとインコースの厳しいボールでもさばけるようになりましたからねと話し、宮崎のスイングが勝負強さの要因となったようです。また大和は阪神時代から練習に真摯に取り組むことで有名でした。常に野球は変化しているわけですし、相手からも研究される、だから自分から変わっていかなければいけないんです、年齢も年齢ですし常に危機感を持って日々を過ごしていますと、その姿勢は移籍しても変わらず、大和は横浜で年長者として若手の手本にもなっています。試合でも大和は若手に影響を与えていました。試合中に大和はたびたびマウンドに向かい、ピッチャーに声をかけています。若いピッチャーが多いですし、流れやタイミング一つで投球内容がガラリと変わることがありますから、そこはすごく大事にしています。キャッチャーがマウンドに行ける回数は決まっていますし、必要な時は自分が行くとピッチャーへの声かけを大切にしている大和。30歳以下の若い選手が約9割を占めている横浜の投手陣は、そんな大和の何気ない言葉に助けられることが多いそうです。ベテランならではの気配りもできる大和は今や横浜にとって欠かせない存在、そしてそんな大和のような選手が今の阪神にも必要なのではないでしょうか。
2022年の阪神野手陣は30歳以下の選手が9割。2022年にベテラン糸井嘉男が引退したことで、外国人選手を除くと実績のある30代の野手は梅野龍太郎くらいしかいません。投手陣も若い選手が多く、30歳以下の選手が 85% を占めています。苦しい時にチームを支えられるベテランの存在は、長いペナントレース中に必ず必要になるはずです。大和がいれば岡田阪神のショートは固定され、チームにもいい影響を与えていたでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。